こんにちは、マッスルグリルです。今日はですね、新しくマッスルグリルモデルチェンジして初めてのトレーニング動画ということで、はい、スペシャル本気腕トレーニングをやらせていただきます。スペシャル本気ですか？ただ今日一人だけだとちょっとね、はい、画角が足りないのでもう一人、今日有名トレーナーの方お呼びしております、はい、お願いします。ご本人様です。ご本人様ですよ、皆さん。あーねー。サンサンとチョイスが初めまして、フィオジム代表の大橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、あとですね、亀井先生の吉田さんが今日取材で来てくれてますからね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ早速やっていきますか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ元気さんで最初の1種目目、これ結構今ね、はい、みんな結構やってますね。そうですね、スタンディングバーベルカー、はいはい、結局腕太い人二頭ね、力こぶでっかい人みんなやってるなっていうからこれをやり込んで今1年半経ちました。お、結構やりました。はい、70キロ。いきなり70ですか？いきなりです。スクワットじゃねえから。結構でもチーティングって反動使って、でこの一番耐えるところからしっかりと収縮するイメージですね。美味しいとこだけ、美味しいとこだけいただきますね。脂身は捨ててね。いや、ちょっと首痛いんでね。首痛いんで気をつけてください。しゃで背景赤いんで。赤いで。バレてないです。バレてないです。でもやっぱりあれですよ、動きに熟練性を感じますね。あ、ですか。はい、やっぱそのなんか本当、なんか俺もやってたんだよ、はい、すごいいいところに力が入っている。これやってから太くなりました。なりそうですね。これ確かに70キロ、一応僕も全部かかってますからね。はい、はい、じゃあ、私の1種目目なんですけど、ちょっと怪我してることもあって、まあ、収縮で負荷のかかる種目から一応やるようにしています。で最初の種目がちょっと肘を上げた角度でケーブルも上の方についてやって、でちょっと正面に対して35度ぐらいに椅子を傾けてあげます。でそうすると首のバックに引けるんで二頭が収縮しやすいです。一番収縮する角度ですね。そうです。で伸ばしきらない、負荷を抜かないと。この上からでも明るい、生きてるもん、生きてますね。これ収縮した時にも一応かかるんで、巻き切るのは OK なんですけど、伸ばし切っちゃうとこう抜けてしまうというところがあるんで。いや、あのね、ずれ。ダチョウの卵入れる。ダチョウ、うん、ダチョウっすか。シャイにずるい。ダチョウの卵入ってましたよ。っていうぐらい、はい、盛り上がってるのに見ましたね。でも結構ピーク作るのにいいっすよね。いや、これはね、絶対だから、私はやっぱりボディービルのマインドも強いじゃないですか。はい、やっぱりこうピークを作るような種目ですよね。そうです。まさに。そのために、はい。見てください、汗。すごいですね。なんでか分かります？なんでですか？おデブちゃんだ。はい、じゃあ2投3投とね、交互にやっていくんですけど、やっぱりそのパワー種目で3投は自分今できるんで、そのライングトライセプスエクステンションっていう、まあ、さっきのスタンディングカーブみたいな感じですけど、ね、はい、基本的な3投ですね、種目ということで、まあ、これ高重量を使えるセットを、まあ、一応2セットやっていくんですけど、自分の場合はなのにもそのちょっと肘が潰れて痛いのでちょっとこう広くしますけど、普通はまあこれぐらいでやりますよね。そうですね。
はい、これ一応メインセット、70キロ最大重量で重いっすよ。ああ、これ結構重いっすね。けどワンハンドでやりますと。ワンハンドでやる理由としては、まあ、両手より片手の方が効くっていうのと補助できるっていうのと、まあ、角度でちゃんと斜めに上げたいんですよ。次のセットは片手ずつやるしかないっていう。なるほど、はい、体を正面に対してこっち側にちょっとこう倒します。こっちに落としてこっちに上げる感じですね。分かりづらいんですけど、肩、まあ、こういう感じなんですよね。これをあの重力に対して腕がまっすぐになるように体を傾けてやってるっていう感じです。腕パンパンですよ。はい、じゃあ次コンセントレーションカールなんですけど、肘を固定するやり方で、あとはまあプリチャー台がなくてもね、自作プリチャー台を自作できるやり方があるので、それをねやりたいと思います。でまずね、片足靴脱いでもらって、上がってもらってですね、これをプリチャー台にしてください。で肩をこう傾けることによって、この前腕がねまっすぐになるんですよ。この辺から上げてやる。そうするとここで当たるんで、ここは逃さないようにやる。プリチャーでやねえわ。皮膚ありますよね。あ、そうです、ちょっと大丈夫ですよね。モザイクかけた方がいいのかな。YouTube でも厳しいですからね、今。これもタクトリの人おすすめですね。元気さん似合うな、その種目。マジっすか。めっちゃ似合う。これ似合うとかあるんですか。じゃあ次なんですけど、フレンチプレスですね。なんか腕のストレッチポジションでも効かせるっていうやつなんですけど、割と高重量が使える種目なんで狙っていきます。アップ50キロ。アップ50キロ、まあ、メインもこれぐらいに近い重量なんですけど、はい、もう結構あったまる。あと60か60です。大丈夫ですか。危なくないですか。まあまあ一緒だったら。まあまあアドレさんが10キロは、誤差に過ぎないです。そのまんないです。心強い。じゃあ次ワンハンドで、はい、やるんですよ。体を斜めにすることで、うちはもう重力に対してこう抜けない位置に行くというね、意識でやるんです。ああ、
これ分かりやすけど、ガンダムがビームサーベル抜くときのフォームです。分かりにくいんですよ、それ。逆に分かりにくい。きつい。だけど、これはめちゃめちゃ伸びますね。一番伸びてる気がしますね、3頭が。カメラ意識してくれてる。いや、めっちゃカメラ見せてるんですけど。はい、じゃあ2頭の締めの種目、ケーブルアームカールなんですけど、ちょっとね、工夫を入れることによって抜けないポジションで、やるっていう位置を意識します、下からこうカールするんですけど、まずここの脇を閉じてあげる。で、大胸筋で締めてこの位置を固定して曲げる、伸ばす。こう伸ばしたときに一番このケーブルと腕角度ついてるんで、伸ばしたときに一番負荷がかかれば OK です。で、そこからこうせずに、この大胸筋に維持したまんま、ぶっちゃけもう今一番これハマってる。大胸筋も締めたまんま2頭伸ばしきっていいです。唯一伸ばしても刺激が逃げない種目かなと思いますね。これさっきのコンセントレーションからちょっと似てますけど、ただ負荷かかる位置がここっていうよりはここなんですよね、今の場合。ケーブルのこれ特性というか、そうですね、引っ張る方向と負荷のかかる方向がここで交わるようになってます、これは。はい。で、さっきまたここっていう感じで、最初のだとここなんで、これはまあ1、2、3個で分けてもいいかなと。じゃあこれが POF ですね。そうですね、はい、くしくも POF になりましたよ、これ。パイナップル大橋ファイヤーですね。こうカットで。うわ、すげえな。カップしますよこれ。やばいっすね。じゃあ。きつ。はい、じゃあ最後の種目は三頭筋なんですけど、これやっぱり伸ばしきった時に負荷がかかる種目ということ で、さっきと一緒で脇を一回体側でこう固めてあげる。で、伸ばす。こう持っていかれないようにこれ固めて押すと、今年から始めた種目なんで、これまだちょっとフォームがね、あれですけど、初めまして、初めましてぐらいですね、まだ。まだじゃあマブダチまではいかない、まだチューしてないです。あ、チューしてない、はい。お互いちょっとまだ距離がちょっと距離あります、ね、マブダチとチューするんですか。村田さんとチューします、ゲイさん。いやいや、これは動揺してる、動揺してる。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ヘンキさんとゴートレって、はちゃめちゃトレーニングですね。ですね。だからもう 3年ぶりとかですか。そんなもんです、本当に。はい、で、ヘンキさんもね、ジムの方もね。そうですね。だから僕も、いろんなお客様オープンして、そういうぐらいの影響もあり、5、60名の方に入会いただいてね。すごいな、それ。今、YouTube の方もね、ダイエットをやってますんで。面白いですね。それがリアルですから。その辺もチェックしていただければと思いますし、初心者の方、ジオジム大歓迎です。ぜひ皆さん、遊びに来てみてください。すいません、はい、やっぱあざみさんも今日トレーニング一緒にやって安心感が違うんじゃないですか。安心感全然違いますよ。いつもと違う重量に挑戦できたりとか、はい、新たなモチベーションをもらうっていう意味で言うとサプリメントですよ、ゲンちゃんは。おー、嬉しいですね、はい、それは、うん、もう一つのブランドの、ね、サプリメントだと思って、いいと思いますよ、本当に。たまにはね、やっぱりね、あずみさんもずっと一人でやってたと思うんで、こうやってね、久しぶりにやるのはすごくなんかモチベーションになります。本当ですね、今後はちょっとよろしくお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。というわけで、腕トレでした。はい、やってみーみっ。じゃあ脱ぎます。普段脱いでくれないですからね。いや、これはマジで珍しいっすよ。そうですね。うわすごい。やばいやばいやばい、あずみさん